バイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もですね、引き続き、この一昨年に、私が出したグローバルマーケティングの基本、日本実業出版、の解説をしていきたいと思います。で、今日は、167ページ 4-2、1カ国に1ディストリビューター制はやめるということについて解説をしていきたいと思います。1カ国1ディストリビューター制、もっとこうなんだろうな、分かりやすい表現で言うと、ちょっと代理店とディストリビューターって全然意味合いが違うんですけど、1カ国1代理店制とか1カ国1販売店制っていうふうに、言った方がピンとくるのかなというふうに思いますけども、多くの企業がですね、アジア新興国市場に限らず、新興国市場に、展開をした際に一カ国一販売店制で、展開をしていて、なかなかマーケットシェアや売り上げが伸びないというケースが、非常に多いと。で、これ B2B の場合は、場合によっては一カ国一ディストリビューターで、の方がいいというケースも、あるんですよね。ただ基本的にはインダストリーによってやっぱりディストリビューターは B2B と分けていかないといけないし、もしその国土が広ければやっぱり物理的に顧客にその訪問をするとかっていうことが必要になってくるので、基本的にはエリアによって、この分けると、ディストリビューターを分けていくと。なので結果として複数のディストリビューターを使うという傾向が、ことの方がベターだったりするんですけど、 B2C 特に消費財に限ってはもう1カ国1ディストリビューター制とかじゃ全くもってマーケットシェア取れない。なぜならば、新興国市場のその特徴っていうのは伝統小売だって、この番組でも散々お話をして、例えばベトナムで60万点、フィリピンで80万点で、インドネシアで447万点、こういう無数に広がる伝統小売を攻略していくっていうことは、やっぱり一社のディストリビューターじゃ絶対できないんですよね。なぜならば一社のディストリビューターに、じゃあその御社の商品を取り扱ってくれる営業マンが何人いて、でその何人が1日8時間稼働して移動距離考えて、じゃあ30万点のストアカバレッジ取るのにどれぐらいの時間がかかるんだろうって計算していくとですね、もうめちゃめちゃかかっちゃうんですよね。もう1365年かかりますみたいな話になっていくので、基本的にはその1ディストリビューターじゃダメで、複数のディストリビューターを使っていかないといけない。で、これ仮に1ディストリビューターで、その先に例えば2次店3次店が50社あります、60社ありますというケースは、もちろんあるんですけども、その時にもその2次店とか3次店の姿がしっかり見えてないと、そこがぼんやりしちゃうと、結局マーケットストアカバレッジ上げるのはそこなので、そこをぼんやりさせてしまうんだと全くそれは意味がなくて、仮に1社のディストリビューターを使うでも、その背後にいる2次店3次店をしっかりと可視化ができる状態、この状態に持っていけるんであれば、これは1カ国1ディストリビューター制とは言わないですけども、基本的にはやっぱそこをしっかりと可視化をして、複数のディストリビューターをエリアごとに、 B2C の日用品、食品、そういった分野においてはもうエリアごとに複数のディストリビューターを使うと。でないと伝統小売含めてストアカバレッジを伸ばすことは難しくて、でこれディストリビューターによってもそうなんですけど、近代小売 MT が強いディストリビューターと TT が強いディストリビューターと、これ分かれるので、 MT が強いというか MT しかやりたくないようなディストリビューターにいくら TT やれと言ってもですね、ストアカバレッジ絶対伸びてこないんですよね。結局そこから TT の強いところに単純に投げてるだけで、で投げてて、そこに対するそのいわゆる管理育成が行き届いていないと、結局そこの先のストアカバレッジってのは進まないという状況になるので、ちょっと図を使って説明をすると、この図のような感じなんですけども、例えばベトナムなんていうのは、南北、首都のハノイから南のホーチミン、最大市場のホーチミンまで1600キロ以上の距離があって、
で、ダナンのちょっと上に非常にその高い山があるんですけど、昔からその山を越えるっていうことが非常にその困難で、こう南北の差っていうのがすごく大きく隔たられてる山っていうのがこうあるんですけど、で多くの日本の消費財メーカーなんていうのはこの右側の状態、まあもともとね、ハノイだけとかホーチミンだけで、ホーチミンのディストリビューターに、ハノイをやらしたり、ハノイのディストリビューターにホーチミンをやらしたりしてたんですけど、当然そのベトナムというのは南北で非常にそのなんだろうな、商戦国と敗戦国のあれが未だにあるので、基本的に南のディストリビューターが北で活躍するってのは非常に難しくて、でまだ言うなら北のディストリビューターが南でなんとか頑張るっていう方がまだやりやすくて、で、南のあのディストリビューターでなかなか北が取れないんで、北は北で立ててみたみたいな、まあ今2社ぐらいになってるところはあるものの、これだとやっぱりストアカバレッジって取れなくて、でベトナムの場合近代小売の数がまだ数千ですよね。それに対して66万点の伝統小売があって、でそれを取っていこうと思うと、やっぱり左側の図のように、これ先進グローバルメーカーなんですけども、主要都市にそこそこ大手中堅クラスのディストリビューターなり自社拠点をしっかり置きながら、小さいディストリビューターをエリアごとに分けてマイクロディストリビューションしていくみたいなことをやっていかないと、やっぱり何十万20万間口を取るっていうのは非常に難しくて、でここの差がやっぱり大きな差として、日系の消費財メーカーと先進グローバル消費財メーカーの差としてはあるのかなと。でもっと遡っていくと、そもそも、伝統小売の間口に合った商品にこうなってないよねとかっていう商品自体の問題もまああるわけなんですけども、基本的にはチャンネルだけで考えていくと、やっぱり、1カ国1ディストリビューターだとなかなか難しいというお話でございます。ちょっと次のスライド、参考までに、日本でも基本的に全都道府県にそれぞれのディストリビューター置いてるわけですよね。販売店置いてるわけですよね。当たり前ですよね。北海道の販売店に沖縄やらせないですし、まあまあそこまで極端じゃなくても、その北海道の販売店に大阪やらせないわけですよね。福岡やらせないわけですよね。なぜならば、いや、やれないでしょ普通に考えてっていうのが分かってるので、基本的には各都道府県に販売店を置くと。でこれをベトナムに置き換えても、フィリピンに置き換えても、インドネシアに置き換えても同じことで、我々の地理感が日本の都道府県よりの方が長けていて、フィリピンとかベトナム、インドネシアは長けてないから、まあなんとなく一緒に任しといたらうまくいくんじゃないかっていう想像妄想をしてしまいがちですけど、基本的には日本と一緒で、というかむしろ日本よりも大きな国土でそういう風になってるわけですから、しかも日本みたいにインフラが、交通インフラが整ってないので、非常に移動に時間がかかるわけですよね。であればなおさら複数のディストリビューターを使わないと難しいということに、なってくるわけでございます。はい、今日ちょっと長くなっちゃいましたけども、これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。